脂が乗った上質な天然のブリの水揚げが北海道でピークを迎え、仙台市の魚市場に順調に入荷しています。仙台市中央卸売市場には、今朝、北海道産の天然ブリおよそ2300匹が入荷されました。本来は暖かい海域にいるブリですが、温暖化の影響で10年ほど前から北海道での水揚げが増え、漁獲量は全国トップクラスとなっています。仙台水産によりますと、今日は7キロから10キロの大型のブリが多く、1キロあたり450円から500円で取引されました。もともとですね、南の海にいるブリですけども、水温の関係でどんどん北上してまいりました。北の海で育ったブリを皆さんに美味しく召し上がっていただければなというふうに思っております。北海道産のブリは円安の影響で輸出量が増えていて、卸売価格は去年より3割ほど高くなっているということです。